S2030 には木星の衛星の一つ。スコット・ S ・シパードが率いるハワイ大学の観測チームによって2003年2月5日に発見された。観測にはスバル望遠鏡、カナダ・フランス・ハワイ望遠鏡とハワイ大学の望遠鏡が使用された。天体のアルベドを0.04と仮定した場合、この天体の直径はおよそ 2km と推定される。 また、平均密度を2 6 g 毎立方センチメートルと仮定すると、質量はおよそ1 5 1 3ラムと推定される。軌道傾斜角は157.291度であり、木星の時点とは逆向きに好転する逆光衛星である。軌道長半径はおよそ2835万キロメートルと、その他の衛星よりも大きく、軌道離心率も大きい。 発見されている木星の衛星のほとんどは似た軌道要素を持ついくつかのグループに分類されるが、この衛星は似た軌道要素を持つものが発見されておらず、分類は未定であった。2020年の再発見により、アナンケ群に含まれることが判明した。2018年時点で発見が報告されている木星の衛星の中では、最も大きな軌道長半径を持つ。 天体の重力が支配的である領域を示す概念としてヒル球があり、木星のヒル球の半径はおよそ5200万キロメートルである。衛星の軌道は惑星の時点と同じ向きに好転する巡航軌道よりも逆光軌道の方が一般に安定である。解析的な研究によると巡航軌道の場合は軌道が長期的に安定を保てる範囲は 昼休キキ半径の0.5倍程度だが、逆行軌道の場合は0.7倍程度の距離まで安定を保つことができる。そのため、原理的には s 2 0 0 3 j によりも遠方にも衛星は存在できる。s 2 0 0 3 j には継続して観測された期間が1年未満と短く、その特徴や軌道要素は不確実であった。また2003年の発見報告以降は長く、 検出されず、見失われた状態にあった。しかし、2020年になってシェッパードとアマチュア天文家のケネスによって再発見された。再発見については、2021年1月26日に、商店体センターにより公表された。ありがとうございます。